今日は私の大好きなシャンブルドシャームさんに来ました。ちょっとねお店の方に許可をいただいて撮影させていただくことになりました。でとね、お買い物気分を味わっていただこうと思ってねお店に来ました。はい、ではね中を撮影しますね。ゆっくりご覧ください。はい、お店の入り口です。入ってきたところにいきなり素敵なブラウスがありました。はい、スタンドカラーでフリルになってますね。かわいい。はい、そして、こちらがもうねお店の中今春物がもう充実してますね。そしてね夏物もちらほら出た感じ。はい、猫のバッグです。かわいいでしょう、ね、はい、そしてこちらずっと回ってもう一種類猫のバッグ色違いですね。この方がね猫のプリントはっきりしますね。はい、そしてギンガムチェックブラウスとかね、プリントのワンピースとかいろいろ並んでました。素敵ですね。はい、チェックのパンツとかも素敵でした。あー、このねワンピースとっても素敵だったんですよね。素敵な色でしょう。今流行ってるなんかティアードタイプになりますかね。はい、そしてですねこちらのブラウス、これがねよく見ると小さな水玉、それに刺繍をしてる、そういうブラウスになります。これは長袖でしたね。とっても素敵。はい、そしてですねこちら側に行くと白黒モノトーンのお洋服が並んでいましたね。素敵でしょう。ビッグカラーのブラウスとかもありますね。はい、こちらのパンツ、チェックのパンツとってもね履きやすそうでした。ドローストリングになってるので楽な感じですね。ただねこういうのはねパジャマになってしまうんですね。ちょっと注意が必要かなって思いました。はい、でね同じチェック柄のブラウスもありました。これもビッグカラーですね。私はねビッグカラーの服は1枚も持ってないですけどね、なんか素敵ですね。で黒のパンツですね。これもね可愛かったですよ。下がねシャーリングになってて、そして、ポケットにフリルがついてます。はい、こちらのブラウスも素敵でしょうね。もう1枚着るだけでねおしゃれな感じになるようなブラウスです。この白地にこれ多分パープルだと思うんですけど、この模様がねとっても素敵でした。はい、こちらの T シャツはプリントに刺繍をしてますね。素敵です。はい、こちらのコーナー、おー見覚えのあるブラウス。はい、私の買った白いブラウス、これはねストライプですね。こういうのもあったんですね。素敵。はい、こちらもねビッグカラーのブラウスですね。こういうのね多いですね。これはねチュニック丈になってました。はい、そしてこちらはアクセサリーがあります。はい、このストライプのセットアップも素敵ですね。はい、きなりのジャケット、これ多分デニム素材だったと思います。そして水玉、もうね水玉があるとね吸い寄せられていきますね。はい、ついつい手に取ってしまう。
ね、このパンツもとってもなんか軽くて夏らしくて履きやすそうな感じでした。はい、お揃いのブラウスもあります。はい、そしてキャミソールワンピですね。いろんな色が揃ってました。こういうのも素敵ですね。なんかユニクロさんにもこういうのあったな。はい、そして花柄のワンピース、これが素敵。はい、ブランドはねユニになります。そして、このジャンパースカートなのかな、これもねとっても素敵でした。なんかちょっとリネンが入ってるようなサラッとした素材。はい、こんな感じになります。はい、一周回ってまた入り口のところに帰ってきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。私が買ったのがこちらのスカートです。はい、これ全体をねなかなかこう入らないかな、入ったかな、うん、巻き仕丈になるんですね。でかなりボリュームのある感じになります。赤とね黒があったんですけど、私が行った時にはもう赤は売れちゃって黒だけになってました。ちょうど良かったんですけどねはい、で、こういうねちょっと面白いギンガムチェックなんですけど、細かいギンガムチェックとちょっと大きめのギンガムチェックが合わさったようなパターンになってます。これを着てコーディネートをやろうと思います。はい、はい、では早速スカートのコーディネートやってみようと思います。まずですねこのジャケットは、シャンブルのお店で買ったビュルデサボンっていうねジャケットになります。前の動画の時も着てましたよね。はい、こちらです。はい、そしてですね中に着てるのはユニクロで買った T シャツになります。とってもね素敵な、なんだろう、フューシャーピンクっていうんですかね、こういうのマゼンタ、マゼンタカラーですよね。うん、はい、この上着をね抜いたのもやってみるのでご覧ください。で、こちらに出しておきます。はい、じゃあどうぞ。こんな感じです。はい、2着目です。またそのブラウスですかって言わないで結構ね私気に入ったら何度も何度も何度もね着るタイプなんですよ。はい、で、これがね丸のブラウス、こちらですね。そして、無印良品のベストになります、こちらです。はい、で、このバッグを持ちます。これね中がなかったのでこう自分でこの布を中にくっつけたんですよねもうこれもね何年も使ってます。はい、これでやってみます。
んな感じです。いかがでしょうかね。シャンブルのねお洋服ってちょっとやっぱり価格は高めなんですね。私もメーカーさんからお洋服を提供されたりとかしてるわけではなくって、本当に普通に正規のお値段で、買ってるので数は買えないですね。だからこそすごく厳選して、一度買ったらもう徹底的にね着倒すぐらいにねしてます。はい、皆さんはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。今日はこれまでです。また次も見てくださいね。